久保さん確かに待ってるだけでも売れますね売れるものはまあでも発想ですよねかんそこの視点というかそういう考え方がないとねお客さんみたいにどうやってねじ伏せて売ろうかっていうねあれなんですよで僕もそのいろんな売り方をこう勉強してきたんですけどなんか今は別にそのなんだそういう手法を使わなくても売れるっちゃ売れるんですよね うんなんか当たり前のことやるっていうか、うんまあ、それで売れるっていう風なところまで来たりとかしてますね。もちろんテクニックを使うこともあるんですけど、まあ、単純にその発信をする。まあ、発信をして集客する。で、来た人の悩みを回答する。で、悩みに対しての 商品をぶつけるみたいな。別になんか、まあ、ニーズニーズを聞いてね、ニーズを知って、そのニーズに対して商品作って売るっていう。別に特別なことではないんですけど。うん。まあ、あとはまあ続けるってことですよね。みんないなくなるから、続けていれば、結局来る。みんな来るっていうことですね。みんなっていうか、まあ、一部の人たちはこっちに流れてきますよね。うん、10年後、 まあ A、A 先生のところに習ってた人が、A 先生がなんか発信しなくなっちゃって、こっち来るみたいですね。うん、まあ、いろんなやり方、売り方ありますけど、その、すごくシンプルなやり方でも売れたりとか、すごくシンプルな、うん、やり方でも集客ができたりとか。うん、まあ、久保さんもそうですけど、多分僕,僕もね、 あの広告費一切使ってないですもん無料でずっと集客してるんですけどまあシンプルに動画を量産するっていうね <laughs> 猿でも前ねその叩かれたことがあるんですけどあの猿,猿の一つ覚えでバカバカクソスパム的に動画をアップしてるやつみたいに叩かれたことがあるんですよ僕うん猿ですねいってらっしゃい